はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ本日もですね、当店定休日、月曜日定休日なんですけども、こんな形で動画セットしておきましたんで、お昼のひととき一つ最後まで見てやってください。よろしくお願いします。今日ね、久しぶりなんですけど、ピグノーズですね、トラベルギターの代名詞、もう日本ではゾウさんもありますけども、こっちの方がね歪む感じがしますよね。ちょっとやってみましょうか。これボリューム下げると音出なくて、スイッチこう引っ張るとスイッチオンで、ちょっと回していくと最初クリーンで、それからどんどんボリューム上げていくとだんだん弦が上がっていくと、めっちゃ歪むでしょこれ。めっちゃすごいよね。さあ状態もね、まずまずなんです。綺麗だと思います。でこのピックガードのところにね、傷があるように見えると思うんですけど、これ保護シートを剥がすと綺麗になりますので、じゃあ細かいところ、専用のね、バッグもついてますんで、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。ピグノーズね、ブラックボディ、はい、こんな感じでございます。細かい擦り傷はちょこっとありますかね。でもそんな目立つ打痕とかないです。はい、でこのね、ピックガードのこの傷ね、擦り傷みたいの、これは保護シートがありますから、この保護シート取ってしまえば問題ないです。ミニハンバッカーね、そしてこのピグノーズね、豚の鼻、これで引っ張ると音が出ると、音が出て回すと、ね、こっちだとちっちゃくて、こ回していくとディストーションかかるというやつね。はい、フレットはね、そうだな、8割ぐらいって感じですかね。そんな弾いてないですね。地盤も綺麗です。ほら。状態、まずまずじゃないですか。トラスロッドカバーも、これ保護シートまだついてますからね。はい、ペグも、全然綺麗です。くすみとかないです。ロゴも綺麗に残ってます。はい。後ろのペグもすごく綺麗ですよね。これも、センターの丸いところ、これ保護シートですからね。これ取るとピッカピカになるし、また。はい、ネックの後ろもすごく綺麗、打痕とか全然ないですよね。ボディバッグもバックリキスとか全然ないです。これ綺麗だって、ネジ頭もピカピカですもん。すごく綺麗です。はい、サイドも綺麗。特にね、この個体、目立った傷だくもそんなないですね。はい、こちら、イヤホンのジャックと普通のシールドさせるところついております。はい、純正のね、こちらピグノーズのロゴ入りの、ギグバッグもついてます。ギグバッグというかソフトケースですね。こちらもついていますので、あちこち持ち歩いてね、公園とか、これからまたどんどんいい季節になってきますから、公園とか海山持ってってもいいかもしれないね。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうかね。状態いいですよね。さっきも言ったように、このピックガードの細かい傷みたいなのは、これ保護シートついてますから、これ剥がせばピッカピカ ね、新品同様になりますから、新品というかね、保護シート剥がせばもう綺麗ですから大丈夫です。さあ、じゃあ早速音をね、聞いてもらいましょう。その前にまずね、音といっても電気を入れる生の音を聞いてください。このギターは当然、電気ね、スイッチオンしなければ音がほら静かなわけですよ、これね。なので、これ練習用としても、夜ね、緊張迷惑ならなくて、こういうふうに普通にこのぐらいですからね。これだったらそんな、夜中だったら多少響くけど、普通に8時9時だったらこれで軽くね、それこそ指弾きの練習なんかでも、これでも全然できますよね。僕がいつも言ってますけども、このソファーギターにもこれは最適じゃない。別にこれでエレキだからって、別にロック弾く、絶対弾かなきゃいけないってことないわけだからね。これで一応フォークソングのこうアルペジオなんか練習しちゃったり、このね、スリーフィンガーとかって言ってる、これ全然静かでしょ。さあ、そして今度は少しは音を出してみたいという場合、このスイッチを、ね、この豚の鼻ですね、ピグノーズ、これを引っ張ります。引っ張ると、で引っ張ってゼロだと音はしないんです。まだで少しボリューム上げていきます。そうするとこんな感じ、ほらクリーンサウンド。これで普通に、これでもまだ小さいですよね。これで普通にカッティングも
でもっと上げてロックのとこ欲しいと、もう少し上げるとお軽く沈んだね。みたいなね。もっと沈ませたい場合はこれフルに回します。そうするとうわーすごい、ほらね、めっちゃ沈むでしょ。ね、そしてこのギターはあのヘッドホンのあれもついてるんで、ヘッドホンで今のやつを夜ヘッドホンで聴くことができる、あのディストーションサウンド。そしてアウトプットも普通についてるんで、普通のエレキギターとしてアンプに通して聴くことができます。これこの場合はスイッチ引っ張らなくて、電源はオンにしなくて、ボリューム操作だけ。そうするとこうなります。ボリューム上げます。まずクリーンで、ほら、まあ、あのピックアップの切り替えはないです、このミニハムだけで。トーンもなし、ボリュームだけね。で今クリーンですけど、アンプの方のディストーション上げると結構普通に使えますよね。こんな感じで結構遊べるギターなんですよ。じゃあこっちのアンプ切ります。じゃあこっちもね抜いて、はい、いかがでしょうか。こちらもう本当にね、旅のお供にもぴったりなギターでございます。まさにトラベルギター、ピグノーズの PGG200。 お値段がこちらの先ほどね、純正のケースがついて税込みで17,800円です。よろしくお願いいたします。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。